はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日はね、イワンコフが来てますので、すいません、エキスパートの方で行ってみたいと思います。ちょっとね、今電源切れちゃったんで、ちょっと一面のこちらですね、一面の途中からですが、すいません、行ってみたいと思います。ひわちゃんめっちゃ強くないですか？皆さんはクリアできてるんですよね、きっと。それでですね、普通のソップ連れてこようかなと思ったんですけども、せっかくだからこのね、この前のスモフェスで当たったこのシークレットソップを連れてきました。でターンを稼ぎたいと思います。皆さんはクリアできたんですよね、きっと。めっちゃ強いですよ。どうやらですね、マスターにも挑んだようです。前回来た時、なんと無謀なことをしてるんでしょうか。ですね、エキスパートだとひわちゃんの生成攻撃が4000いくつだったんですよ。なのでまだ大丈夫だと思います。んー、なんか倒しそうだからこうしますか。ここで、わざとこの赤の人を倒したいと思います。封じちゃうのでね。でちょっと、あ、倒しちゃいましたね。どうなりますかね、これは。はい、4000いくつですよね。これで、
これをすると、あ、初めて、おお、初めて使いました。これでローとアプが溜まっていればいいんですよね、きっとね。はい、行きます。ちょっとなんかバグっててよく見えないですね。これでどうなるでしょうか。ここで決まりますね。はい、行きます。おお、クリアできました。やりました。あ、クリアできてる。ちょっとできると思ってなかったんで、いやー、よかったです。やりました。初クリアでございますよ。やりました。ちょっと岩ちゃん、やはり落ちなかったですね。新人類って。あ、あ、そっか、初クリアだからムービーが嬉しいですね。はい、ということでね、エキスパートの方クリアいたしました。いやー、よかったです。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。今日もね、最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。